リバプール遠藤航が試合に出れない本当の理由がこちら。フラーフェンベルフさん、今季公式戦でスタメン出場した試合のスタッツがこちら。フラーフェンベルフ、ずっとすごすぎてもうよくわからんな。こんなの世界中を探しても代わりがいらんやろ。みんな次郎の覚醒具合に動揺してて、草シーズン前にこうなる予想できたやつおらんやろ。 W フラーフェンベルフがすごすぎて遠藤うんぬんなんも思わなくなってきちゃった。フラーフェンベルフ神が勝ってるな。遠藤が出れないのも納得の覚醒具合。ちなみに昨季と比較するとこんな感じ。左が昨季ラスト10試合のスタッツ、右が今季直近10試合のスタッツ。フラーフェンベルフ、息をするようにマン・オブ・ザ・マッチを勝ち取るスーパープレイヤー。フラーフェンベルフの評価が昨季と180度違くて手のひら千切れ飛ぶわ。不良再建化してたとは思えん。遠藤も出てほしいが、カップ戦要因も仕方なしやろな。ちょっとマクアリスターとフラーフェンベルフが不動のスタメンすぎるこの2人、壊れた時のこと考えてない。スロットも怖いが心中する気か。遠藤使えって言えないくらい次郎が上手すぎる。次郎の代わり見つけんの大変だろうな。遠藤も去年はマクアリスターとのポジション争い、今年は次郎。レベルはほんと高い。フラーフェンベルフ良すぎて、そりゃ遠藤ではないのがわかる。フラーフェンベルフが今調子良すぎる。遠藤出れないのもしょう。